皆さん、こんにちは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。久しぶりの熱帯魚。今、餌食ってます。まあ、特に変わらずなんですけど、オスカーの後ろで横たわってるアルビノ元気ないです。まあそろそろ寿命かなっていう、ちょっと早いんですけど、ルビーレッドの方はちょっとこの前星になってしまいました。残ってるやつらで、まあこうやって餌は乙姫 EP5 だったかな、それをあげております。ポリプたちも結構ね、大きくなってきました。まあこんな感じで変わらず飼ってます。ワイルドのオスカーは結構元気ですね。まあ餌もすぐなくなるぐらいの量で調整してあげてますけど、まあ、毎日餌あげて、週に1回半分ぐらい水替えるようなペースで飼育しております。ちょっとね、新しい魚は全然まだ飼うっていうような状況ではないですけど、まあ、こんな感じで、ぼちぼち、やっていきます。まあたまにですけど、こうやって変化のない熱帯魚もちょくちょく上げていきます。それでは皆さん、今日もありがとうございました。いずれまた。